まあ、ホームゲームで、まあ、この間水曜日勝ったというその我慢強く最後まで諦めずに、落ち着いてゲームをすることができたというところだと思います。残り試合も少なくなってきました。どのような試合をしていきたいですか？そうですね、まずは、やはり勝つということで、その上で、もっと一つ一つのプレーの精度を高めていく、そういうところをやっていきたいと思います。あとは、やはり、新戦力というものもちょっと見てみたいという気持ちはあります。では最後にサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。今日は最後まで応援ありがとうございました。またホームゲームあと少しですが、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。和田監督ありがとうございました。